チームのユニフォームをお召しいただいて、司会席の私の横で拝見していて、ちょっと眩しく感じられる次第でございます。さあ、それではこの大会の主催であります一般社団法人日本女子サッカーリーグ田口芳典専務理事より、大会の趣旨そして対戦カードについてご説明させていただきます。では田口専務、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。座ったままでご挨拶させていただきます。ただいまご紹介いただきました日本女子サッカーリーグの専務理事を仰せつかっております田口です。私の方から今回の大会の趣旨についてご説明をさせてあげたいと思っております。皆様もご存知の通り、日本の女子サッカー、昨年のワールドカップ、そして今年のロンドンオリンピック等々、非常に素晴らしい成果を挙げられました。皆さんもなでしこという言葉を知らない方が日本国民にいないぐらい女子サッカーが浸透してきたというふうに私認識しております。私自身関係者としてもですね、非常に嬉しく思っている次第です。その中でですね、私たち女子サッカー、まだまだ国際レベルとの戦いというのが代表チームだけに限られております。その中で私たち日本女子サッカーリーグ、なでしこリーグの代表する選手たちがですね、のチームが世界の有数のクラブチームと戦うことによって、日本の男子のサッカーと同様にクラブチームが地域に根付き、そしてクラブチームから世界と戦う姿を見せることで、さらに日本の中に女子サッカーの勇気、そして地位を築いていきたいなということで、今回の大会を主催をさせていただきました。今回は特にヨーロッパチャンピオン、男子で言いますとバルセロナ等有名なチームがございますが、チャンピオンリーグというヨーロッパのチャンピオンリーグ戦を行っていますが、そこに優勝しましたフランスのオリンピックリオンをヨーロッパ代表として迎え、そして同じくアジアの中ですが、アジアの中でもヨーロッパ型の背が高くスピードがある大柄の選手が多い、オーストラリアのキャンベラユナイテッドという2チームを海外から招聘いたしまして、私たちの日本女子サッカーリーグの代表するリーグの優勝チームであるアイナック神戸、そしてリーグカップの優勝であるミッテレベレーダ、この4チームで、名実ともに世界一のクラブチームという 大会を開催させていただきました。先ほどご紹介ございましたように、22日にはですね、第1戦といたしまして、日テレベレーダ対キャンベラが、指定いたしましたオリンピックリオン、そして第2試合といたしまして、アイナック神戸対、キャンベラユナイテッドの2試合を行い、25日にはその敗者同士の3位決定戦、そして、勝者同士の決勝戦を行うという形で、私たちにとっては初の試み、これは世界もですね、複数チームを集めて、準公式のこういった世界大会をクラブ大会で行うのは世界初ということですので、私たちもしっかりとですね、この大会が成功に終われるように、準備等をしていきたいと思っております。どうぞ皆さんにも多くの取材、そして多くの皆さんにご来場いただき、素晴らしい試合を行っていきたいなというふうに思っております。簡単ですが、ご挨拶と解説していただきます。ありがとうございます。田口専務、ありがとうございました。一般社団法人日本女子サッカーリーグ田口専務理事から、この大会の趣旨そして対戦カードについてのご説明でございました。では続きまして、この大会の共催でございまして、全試合を放送いたします株式会社 BS 富士編成報道局長斉藤明美より、放送の概要について皆様にご説明申し上げます。はい、BS 富士の斉藤です。私も座ってご挨拶させていただきます。BS 富士ではですね、昨年から、なでしこリーグの試合を毎節を放送してまいりまして、今シーズンも第1節から、最終節まで、今週末が最終節になりますけれども、毎節放送を行ってまいりました。そういった流れの中で、非常にですね、なでしこジャパンの方も実力的には世界レベルまで行ってますけれども、クラブチームの方もリーグの中での試合を私も長年拝見しておりましたが、非常にレベルが上がってきております。先週も浦和の方でアイナックと浦和レッズレディースの試合がありましたが、3対2という激戦の中で終えたということで、非常に盛り上がっております。そういうレベルが非常に上がっておりますので、この
チームで、世界と戦ったらどんな試合になるんだろうかという興味が昨年末頃から、ずっと湧いておりまして、隣にいらっしゃる田口専務とかいろんな関係の皆さんと知恵を出し合いまして、やっと実現するということになったわけでございます。放送の概要という、話がありましたが、我々は、全試合を中継をすると同時に、事前ブームアップ番組と総集編含めて、12時間以上の放送を行ってまいります。また、今大会のスペシャルサポーターとして、リーマの皆さんに応援をしていただくということで、非常に楽しみにしておる次第でございます。先日ですね、アイナックの澤穂丸選手にもお話を伺いましたら、こういう形でクラブ単位での試合をするということは非常に女子サッカーのレベルの向上、それから選手のモチベーションも上がるということで、非常に澤選手も楽しみにしているという話も伺っております。